なんじゃそりゃ。ハルク見つけた。ハルク、ガンマクラッシュ機械にあるのか。よいしょ。お、落ちた。まずい。ハルク、あ、もう30分経ったか。早いな。奴らのために使うものじゃないさ。あれは冗談のつもりか。やめなさい、集中して。キャップ、何が起きてるの？わからない。リアクターの調子が悪いようだ。モニターの数字がどれもおかしい。海域の熱源に引きつけられてる。このままじゃ街が危険だ。もう一度言って、よく聞こえない。ナット、応答。ダメ。A は R1。 すげえ減ってる。みんな、キメラが攻撃を受けてる。市民を避難させるんだ。爆発するぞ、急げ。太陽剣。スティーブ、応答して。R2で長押しでブロック。ナット、クソ、タルト、いるのか。通信が途絶えた。キャプテン、問題が発生した。めっちゃいる。分かってる。奴らはキメラを乗っ取るつもりだ。そのことではない。こんな数値は見たことがないぞ。お、インフィニティ、マーブルインフィニティと似たような技が。がいるんですけど、3300。獲物？アベンジャーズ、聞こえる？敵の輸送車は強力な音波破壊爆弾を搭載してる。奴ら、市内で爆発させるつもりよ。まずい、落ちるぞ。繰り返す、音波破壊爆弾よ。一刻も早く確保して。あらら、音波爆弾？嘘だろ。国連が使用禁止にしたはずだ。この目で確かめよう。なんか派手な登場だな。タスクマスター、マジか。タスクマスター、起爆装置を奪うぞ。半径15キロ以内が全部液化する前にだ。
ほら、サマソする。まさか。それで調査して何が分かったんだ。あなたは黒幕じゃない、ただのおとりだった。話はおしまい。臆病者。どうしたの、サプライズが嫌い。ほいほいほい、ボディフック。次はボディ。おっと。今のは読めなかった。これで勝ったとでも。一体何が言いたいの。周りを見ろ、ロマノフ。
世界はこの日を忘れない。ヒーローの最後の日としてな。右ストレート。どうなってるんだ。間違う。まんまとはめられた。スティーブ、聞こえる？早く逃げて。カモロ。くそ。わお。そんな。お、助かったよ。今から5年前、アベンジャーズは危険かつ検証が不十分な技術を公開し、大惨事を引き起こしました。我らが愛するキャプテンアメリカ、そして罪もない多くの尊い命が失われ、今なお大勢の人がエーデーと名付けられたこの惨劇の未だ癒えぬ傷に苦しんでいるのです。人々は異様なさなぎとなり、この世ならざる能力を得て生まれ変わるという病に侵されました。治療法が確立されないまま感染は拡大。シールドとアベンジャーズが事態の収束を約束する中、一つの時代の終わりを告げたのはバナー博士の証言でした。あなたたちヒーローはサンフランシスコを伝染病とガスの蔓延する隔離地域へと変貌させた。感染した怪物たちが国中で惨事を起こし、正体を隠して影を潜めている者も多い。博士、もう一度聞きます。アベンジャーズは社会の脅威ですか？はい。活動が違法とみなされ、かつてのヒーローたちは解散。しかし希望は芽生えるものです。スターク・インダストリーズ亡き今、エーデーの被災者にしてアドバンスド・アイデア・メカニクス創設者ジョージ・タールトン博士は、科学こそがこの国難を解決する手立てだと考えています。あの日キャプテン・ロジャースに何が起きたのか、私はリアクタールームにいなかった。だから真相はわからない。でも約束します、私は神にもらったこのチャンスを人々のために使う。エイムはインヒューマン病を必ず治してみせます。インヒューマン病に引き裂かれた家族にとっては救いの言葉です。しかし実現できるのか、エイム批判の声も絶えません。武装集団通称レジスタンスはその勢力を増しています。エーデーの記念式典からフィル・シェルドンがお送りしました。東大元暮らしっていうやつよね。もうみんなどこなの？手がかりはあるはずだよ。あった。正解すれば全部コピーできる。見つけよう。これこれ。お、レトロなスターク。うん、ちょっといいかい、カマラ。うん、どうしたの？あと数時間でみんなモスクのリトリートに行く。お前もバスで行けば間に合うぞ。今日だっけ？カマラ、前にも言ったろ、リトリートなら日常を忘れられる。いい機会だ。心から笑っておいで。お前が行かないとナキアもがっかりするぞ。そうだね、考えてみる。ああ、それがいい。あ、アイスクリームもあるぞ。アイスクリーム食べたい。それにな、女の子だけで楽しめるんだから。愛してるよ。私もだよ。分かってない。かわいいデスクトップ。続けよう。パスワードのヒント、初恋か。うん、そうだ。
嘘。ああ大丈夫、絶対わかる。パスワードなんかわからんだろ。よし、これだ。そんな。そんなバカな。ログイン。すごい、入れた。嘘でしょ、信じられない。あ、コピー忘れてた。なんて傲慢なの、トニー・スターク。スタークのパスワードがアイアンマン、アイアンマンか。とにかく情報はゲット。本で確認しなきゃね。面倒を起こしちゃったみたい。本部に行って USB の中身を確かめなくちゃ。よし、じゃあセーブポイントがここに来たみたいなんで、はい、今回の第1回目アベンジャーズはここで、はい、一度終わりたいと思います。もう結構時間経っちゃったしね。いや、しかしこのゲームむちゃくちゃ面白いぞ、とりあえずは。はい、ということでまたね、近日中に第2回目やっていきたいと思います。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。